NHK をぶっ壊す。いろんな著名人がツイッターとか YouTube でコメントをしてるんですけど、メイウェザーにですね、花束を投げた、ごぼうの塔の奥野さんのことについてどう思いましょうか。はい、まあ昨日光くんのチャンネルで謝罪してたのは承知してるんですけど、僕も彼すぐに LINE 送って回答はもらってます。彼が何であのことしたのかっていうことについては本人の、まあ、言い分はよく当日には聞いているので、まあ奥野さんらしいなとは思ってるけどね。だからあれを見て多くの人は多分変な人やと思ったんじゃない。俺も変な人やと思ってるから。ただ変な人やと思ってることと、さっきも尾崎に対してもあるけど、世の中変な人の方が俺どっちかってもちろん好きだから、別に変な人だから嫌いじゃなくて、俺でも変な人っていうのはどっちかって言ったら尊敬の意味なのね。なんか普通になんか当たり障りなく生きてる人間よりも、周りからこう今回 100% 悪いって光くんに言われて、その光くんのチャンネル謝罪してるのを見て、奥野さんもこうやってちゃんと人の言うこと聞くんやなっていうのを思ったし、逆に俺光くんがやっぱすごいなと思って、で、まあ、奥野さんはとにかく2年以内にこの緊急事態条項が採択されてしまうと日本は終わってしまうって本当に信じてるのよ彼。それをとにかく国民に伝えるために、まあいろんなことをやってるんだろうなと。ただ本人の言い分を聞いてると全くそれは関係なくて、言い分多分出てたと思うけど、そのメイウェザーがお金を欲しがってるみたいなことに対してなめんなよみたいな意思表示をあそこでしたっていうことなんで、ただあれをあそこでやるのはさあどうなんだろうって感じかな。ただ俺はそのごぼうの塔に関して、奥野さんに関して、まあここははっきりと言うと参政党と限りなく近いこと言ってると思うのね。言ってることは多分ほぼ一緒なんちゃう、言ってることの違いが分からへんから。参政党を潰すためにはごぼうの党の奥野さん頑張ってほしいなと思ってる。だから参政党は同じこと言ってるけど、お金ちょうだいでしょ、奥野さん金持ってるじゃん、だから同じこと言ってお金ちょうだいって言えへんから、同じこと言ってるんやから、金を払えっていう参政党か、金はいらないって言ってるごぼうの党、どっちを応援するって感じで陰謀論同士でこう二分してくれるのが一番いいと思ってる。だから陰謀論って言っても俺全部もちろん否定はしないので、だから奥野さんの言ってることっていうのはすごく、アメリカの公文書なんかは確かに50年で開示されるから、多くの人がやっぱ見る習慣を持った方がいいとは思うし、だから彼の言ってることを全然全部陰謀論だからって聞き流すことはないと思うし、むしろ彼が台頭してくればするほど、ごぼうの塔が台頭すれば参政党が言ってることがめちゃくちゃいい加減やっていうこともちょっとロケしてくると思うから、ちょっとここを張り合ってほしいなと思って、だからこれからも奥野さんとは向こうが嫌じゃないって限りではお付き合いはしていくと思うけど、ただ俺は考え方とは全く違うので、ただ考え方が違うからといってその政治家として付き合わないことはない。理解はできないけど、なんていうのかな、認めるっていう、なんていう表現がいいのかな、相手の主張は理解はできないけども尊重するから、別に政治的な主張をすることはすごい尊重するから、言ってることは全く理解も納得もできないけど、彼が政治的な発言をしたり政治的な活動をすることはすごく自由にやってほしいから尊重するっていうのかな。そういう意味では政治的な思想と人間としてのお付き合いは別だと思っているので、さっきの国葬の話に戻ればね、いくら安倍さんのやってる政治信条が自分の政治信条に合わないといえ、政治家が殺されたわけだから、それは同じ政治を志して、まあ、行っている仲間として弔意を示すべきだという意味なので、彼のやってきたことが気に入らないから私はもう政治組織に行かないっていうのは、それはまさに理解できないからその容認もしないというか、尊重もしないじゃないじゃない、そこをちょっと広めたい、ね、はい、ありがとうございます。奥野さん数字持ってるもんな。いや数字持ってるよね今回ね、だから光くんがまあ取り上げた地もあるからね、まあでも僕はもう光くんの株がそのままやっぱりすごいなって、あそこの取り上げ方はやっぱり光くんはやっぱ一流の YouTuber だなぁと思うけどね。
ね、あそこ無視せずにこのまま、ね、何も言わずに縁を切るのも絶縁するよりも言うことを言ってっていうところで、あの YouTube はちょっとやっぱり光くんすごいなと思ってるね。むしろだからごぼうのトイレ光くんもすごいなと思ってるので、ぜひとも次の衆議院選挙の光くんには立候補してほしい、うちの党からね、っていうそういう思いが強くなりましたね。だからマイナスを吸収してプラスに変える能力ってやっぱりすごいよね。思わない？俺だけそんなこと思わない？普通この状態で奥野さんを YouTube に呼ぶって感じやん。それをなんかマイナスにマイナスかけてプラスにしてるじゃん。少なくとも俺があの対応を見て光くんすごいなと思うわけよ。こういう対応か。だから奥野さんの良くないところって話が長いから自分の話を全然してしまうところを、光くんはそれは今回はやらないでください、それやるんだったら YouTube やりませんよっていう感じで上から攻めてるんだよね、奥野さんに対して。で、まあ奥野さんそれ上手いところで、光くんのところチャンネルでは言い訳してないのね、反論してないのね。よく見ると別のところでもうすでになんか反応してるのよね。だからこれを見て、あの光くんのチャンネルを見たら奥野さんがなぜあんなことをしたのか多分多くの人知りたいってなると思うのよ。それは別のところのチャンネルとはどうも見れるようにしてるから、それはそれで奥野さんも賢いなと思うよ。その YouTuber のレベルがやっぱりすごい、そのある意味上がってきてるなと思うから、まあ、ただ俺はもう奥野さんの財力に対してすんごいやっぱ未だにハテナマークやね。あんなにお金持ってるっていうのはさすがにちょっと謎以外にないからね。そこはもう少し注意深く見ながら、注意深く見ながらって変だけど、まあ、でもやっぱり結局はお金持ってるイコール力あるんやね。ただ、ね、変な人でさすがにそんなにお金も入ってこないと思うので、ひょっとしたらもうわざと変な人を演じているのかもしれないし、わからないで、今の奥野さんの振る舞い見てたらもうね、織田信長の若い頃なのかもしれないからね。正直ちょっとわからないわ。あれだけのお金がさすがに集まってくるっていうことだから、それなりの能力、もちろんお金だけじゃなくていろんな人が彼の応援っていうか一応しているので、まあ、そういう意味でもまだいろんなものを隠しているのではないかもしれないっていう目で見てます。